シャープ MZ-821MZ-800 は、シャープの MZ シリーズに属する1984年から1985年に、海外展開された8ビットパーソナルコンピュータである。日本国内での発売はなかったが、ポルトガル語版のウィキペディアでは、1984年、ドイツ語版では1985年となっており、地域によって発売時期が異なったようである。 西ドイツでは1985年に1198ドイツマルクで発売された欧州市場における MZ-700 の後継機としてホビー用途に加えてビジネスでも実用に耐えるよう強化されている点でホビー用途に絞って強化された日本市場における後継機 MZ-1500 と主向を意味する標準搭載の S ベーシックや Z80 は1000ブラ の他にも、複数のソフトウェアが使えるというクリーン設計としての利点に加え、標準で CPM とビジネスソフトが動くことが利点であり、特に西ドイツで人気を得た。1980年代中期に西欧で人気を得た後、1980年代後期には、チェコスロバキア社会主義共和国など、市場開放直後の東欧諸国でも販売され、 一定のシェアを確保している。特に、チェコスロバキアでは、西側からの輸入品であるにもかかわらず、トゥートセックスではなく、普通の電気店で販売されていたことから、チェコスロバキアの公営企業などが製造していた、ZX スペクトラム互換機に次ぐ普及率を誇り、熱狂的なコミュニティによって、ZX スペクトラムから大量のゲームが移植された。当時の欧州で、 ビジネス用 OS として人気のあった CPM がサードパーティーによって MZ-700 に移植され人気を博していたことが背景にある。日本市場における MZ-700 があくまでホビーパソコンとして評価されたのに対し欧州市場における MZ-700 は同時期に欧州で販売されていた同価格帯のホビーパソコンと比較して ビジネス機としても使えるという側面が評価されていた。もともと MZ-700 時代からシャープ、欧州支社がサードパーティー製の PCP-M をバンドルして販売していたが、MZ-800 では純正の PCP-M が標準でバンドルされるようになった。国産機種であり、国内用の機種と互換がありながら海外のみに販売され、 国内での所有者が極端に少ない機種である。電源は2 2 0トを前提にしているため、そのままでは国内で使うことができない。国内では MZ-1500 の電源ユニットとの交換や PC、AT 機用の電源から必要な電圧を取り出すなどして動作させる等の手段が使われている。それまで MZ-80KK の機種の表示回りは、 テキスト画面のみによって行われており、海外展開の同系列の機種としては初めて、グラフィックによる表現が可能になった。MZ-800 モードでは、テキスト画面は存在せず、すべてビットマップグラフィック画面のみで表示を行う。64200ドットの解像度では80、カラムの文字表示が、MZ-80 系系列としては、初めて可能となった。また、 MZ-700 モードで使用されるキャラクタジェネレーターはロムになっておらず、あらかじめキャラクタパターンを PCG に転送する。MZ シリーズはデュアルポートラムや CRTC による同時書き込みなどの仕掛けを持たず、バンク切り替えでメモリにマッピングされたベレムへ CPU が自ら描画を行う比較的素直な構造を持っていた。MZ-800 では、 通常のバンク切り替えに相当する機能のほか、複数プレーンへの論理演算を伴う同時アクセス機能を持ち、またグラフィックベレムに対してサイクルスチールアクセスを可能にした上で書き込みバッファ一段を備えるなど高速にベレムアクセスが可能な設計となっている。さらに表示位置のオフセット指定による画面スクロールが可能であり、ビットマップグラフィック画面しか持たないことによる 描画速度の低下を抑えている。MZ-80KK であるため、本体ロムには、モニタとローダが書き込まれている。搭載されているモニタはフロッピーディスクドライブ並びに、QD からのプートをサポートし、エントリーアドレスは異なるものの MZ-1500 に近い構成になっている。海外でもキャラクターセット等が違うものの、MZ-700 シリーズは販売されていた。 MZ-800 では電源投入時の正規化の際、海外の MZ-700 と同じキャラクターセットを PCG へ転送し、新設された i-O ポートにアクセスしないという前提の下では同じ動作をするようになっている。MZ-800 モードはシステムスイッチによって切り替えられるが、実際には起動時に値を読み込み、ソフトウェア的に MZ-800 モードへ移行する。実際のブートの際も IPL メッセージ表示などの都合により、一度 MZ-700 モードに戻り、システムをロードした後、再度 MZ-800 モードに戻るか、そのままにするかを選択する形になる。MZ-700 の後継機で、モデルは3種類発売された。外観は MZ-1500 に非常に似ており、 QD をデータレコーダーに変更し、筐体の色を黒からベージュに変更したようなデザインである。ただし、国内の MZ-700 後継機の MZ-1500 とは内部構成が大幅に異なっており、ソフトウェア的な互換性はない。MZ-700 を拡張した設計の MZ-1500 とは異なり、MZ-800 は新規に カスタム設計した CRTC の機能の中に MZ-700 互換モードを持たせたような構造となっている。国内ではアナログのジョイスティックポートは当たり車仕様のデジタル入力のものに変更されている。共通仕様は以下の通り、シャープ LH0080ASN76489 が搭載され、6オクターブ30はオノイズの出力が可能である。 型番のハイフンの次が1で始まるものは、カセットテープ2で始まるものは、フロッピーディスク5で始まるものは、QD による供給である。テープのみをサポートする、標準ベーシックディスク版の S ベーシック PCP、m 8十九 d 版の S ベーシック14インチ16色カラーディスプレイ。フロッピーディスクドライブインターフェース。QD インターフェース MZ-1-11 の利用に必要。 拡張、i、オーバース。クイックディスクドライブ。5.25インチ 2D シングルフロッピーディスクドライブ。外付けプロッタプリンタ。付属の固定用アングルを取り付けることで、本体上部に重ねた形で設置できる。日本で発売された MZ-1500 用のオプションと同じもの。MZ-1500 の概要欄も参照のこと。 6 4イトメモリボード。RS232C インターフェース。拡張。ベレム MZ-811 用データレコーダー。2スロットの拡張ユニット。当たり車仕様の純正ジョイスティック。スロットカバー。ありがとうございます。